見事優勝いたしましたのは、セブンアンダー65ストロークをマークした佐藤やす子、西山ゆかりペアのお二人です。おめでとうございます。クレ工業株式会社代表取締役社長、メイリングクレメンスより贈呈をさせていただきます。佐藤プロ、西山プロ、おめでとうございます。おめでとうございます。まずはありがとうございます。ありがとうございます。もう朝からゆかりさんのゴルフがキレキレだったので、今日はいけるって思いましたね。おはよう3連続して、私は何もやりませんでした。いや、そんなことなくて、本当にうまく、ね、本当に噛み合って、ね、相性が良かったです。相性が本当に良かった。いやらしいパットはもう本当にを入れてもらって、何個も外しました。もう本当ベタベタなんで、いや私が、ね、もっと入れたらあと3つぐらいは余裕で伸ばせたかなっていうぐらい、本当ベタベタ。私はね、バーディートライなんで、これがパーパットだったら結構しびれてたと思うんですけど、バーディートライだからね、安心して打てるじゃないですか。本当に今日はゆかりデーでした。いやティーショットがやす子さんがバーンっていいとこ打ってくれて、で私は得意のティーショットはなんかちょっとなんかやりたくないなって思ったんで、セカンドやりたくないなと思ってたら、お互いのね、こうやりたいことをやってたっていうのが、本当うまく噛み合いましたね、順番が。後半のね、オルトネーは。まあ、そうです。私はまあもう45になってしまうので、まあとりあえずレジェンズは出れない、今年がまあ最後なんですけども、本当に若い子たち、なんだろう、まあレギュラーツアーが今若手がどんどん出てきて、でまあ試合に出れなく、30過ぎて試合に出れなくなってきて、まあレジェンズツアーが45歳からってなると、やっぱりその女性で30何年間ってすごく体もね変わってくるし、いろいろまあ生活も変わってくる時期だと思うんですよ。そういう中でこういう大会を開催していただけるってことは、本当にモチベーションにもなるし、なんか自分たちが本当こう活躍できる場所があるっていうのは本当にありがたいことだなって思います、はい。もしそれがね、十何年も何にもなかったら、試合に出れなかったら、やっぱりもうみんなどんどん退いていっちゃって、まだまだ全然できる子たちいっぱいいると思うんですよ。そういう子たちに本当やっぱりプロになったからにはもっと活躍してもらいたいし、そういう場を作っていただけるってことに本当に感謝しています。感謝の一言に尽きるんですけれども、また30代40代の選手とこういう場をいただくことによって、まあ、いろんな意見交換とかもできますし、まあ、試合中ではなかなかこう聞けないお話とかも、ちぎさんとか夜とか、まあ、どんな気持ちでまたライオンでるんですかとか、なんかこうそういう話させてもらったりとか、なんかこうまたなんて言うんでしょうか、ゴルフって本当に素晴らしいなってこう改めて思わせてもらったり感じさせてもらうことがこの大会を通じてすごくあったので、やっぱり本当に苦しいなって思う時でも続けてきてよかったなって思わせてもらえたっていうことが本当に感謝の一回です。やっぱり一人、普段は一人で全部をやらなきゃいけないから、もう気張ってて笑う余裕もなくなってきちゃうんですけど、でも、ね、お互いこう励まし合って助け合ってやれるっていうのは本当にペアって楽しいなって思いました。ペアの試合ね、なんか、はい、楽しいし緊張感もまたたくさんあるし、でも本当になんかいいですよね。すごい違う楽しみがありますね、普段の試合とは違う、すごくやりたいって思ってもらえるね、たら嬉しいですよね。みんなやらない人も見て、ね、あ、ゴルフやってみたいなとか、
ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。優勝おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。